はい、チヌのヒラの説明です。捕獲釣りする方だったらチヌの、なんていうんですかね、引き方とグレーの引き方っていうのが違うと、思います。でその違いっていうのは、タイカの魚っていうのはこの、胸びれ、この胸びれが非常に長いで、グレーの場合はこういうふうに短くなっています。でこれを、振りながら、泳ぎますんで、こういうふうに頭を振りながら泳ぎます。なので、サオの場合はゴン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 と、チヌの場合はこう、チヌとかタイの場合はこう叩くっていうような、表現を使われます。でこれはその、こういうこのヒレが長いので、こういう頭を横に振って泳ぐ習性があるため。